あれ、会話語からかな、これ。会話語からだな。まあ、弟のトミーのところに会いに来てて、エリーから会う準備できてんのみたいなこと聞かれて、どうだかなみたいな会話な。どうせ戻されるやろうからと思って前回切ったんだけど、こんな重要なもんだったか。なんかあったなと思ってこっち来たんだけど、すげえ重要なもんだった。はい、道はここまでね。川沿いを行こう。すぐ近くのはずだ。さあ。降り口はどこだ。これ降りれるんか。ちゃうな。これ？ん？降りれんよ。また下か。あれ、ここスタートだったよな。逆に上がれか。何かのマネージャーが立ち上がったな。エリーが凍るってことはここからか。おじいちゃんだからな、ジョエルも。踏んがってジャンプするわい。一体何があったの？何のことだ？トミーとさ、別れたってことは何かあったんでしょう？意見の不一致ってやつだ。へえ、なるほど。意見って何の？世の中の見方が俺とは違ったんだ。で、彼はファイアフライに入った。あのマーリーンのやつがそそろかした。しばらくは夢中だったが、結局は辞めた。あいつらしいがな。最後はどうやって別れたの？確かこう言われたっけな。お前の面なんて二度と見たくない。エリーが喜ぶ。助けてくれるの？それはつけばわかる。まあ、助けがなくてもなんとか。とにかく行こう。トミー若いよな。20年後の姿を見る前に言っちまったけど、ジョエルがおじいちゃんに近づいてるのに。おい、何なの？あれは水力発電所だ。なんだっけ？川の流れを使って電気を作る施設だよ。どういう仕組み？仕組みは知らないが、そういうことだ。なるほど。どうやって渡る？こんなアナログな施設本当にあるんかね。半分だけか。あっちも上がれば渡れるね。開いたぞ。そんな暗なかった。弓矢いっぱい。今これなんだ？鉄パイプか。工作速度の優先順位は低いよな。苦労した思い出。一応ここに黄色のテープがゆらゆらしてくれてるけど、分かっち
しまえば至極簡単。よし、ここに。分かってる。こいつに乗ればいいんでしょ。これゲームだからいいけど、めちゃめちゃ大変だよな。流れあるとこで流れがなけりゃな。しかも着衣水泳で、なんなら10まで、リュックも背負ってるっていう鉄人だな。回してくれ。絶対ヌルヌルしてるよな、この上。チームワーク。かわいいね。小さい子の墓。悲しいね。どうしようかな。エリー。何？話したいんだよ。ダメだ。なんで？何回同じことを言わせる。失ったものは戻らないんだ。ジュエルの傷は深いぜ。もうやめろ。そうだね。いや、エリー別に間違ってないんだぜ。トミーを探そう。ジュエルの絆だけで。まずはここを抜ける。次に食い物だ。ああ、他に道はない。中を通っていこう。全消費できねえ。そのまま動くんじゃないよ。あんたは銃を下ろしな。エリー、言う通りにしろ。わかった。道に迷ったの？人がいるとは思わなかった。向こう側に行きたいだけなんだ。どこまで？銃を下ろせ。知り合いなの？男はな、俺の兄貴だよ。トミー。マジかよ。元気にしてたのか。驚いた。だって兄貴、ジョエルが多分60前後だった。お前もいずれこうなる。トミーもそれよりちょい下ぐらいのはずだよな。正しくしとけよ。ここのリーダーだ。どうもな。先は撃たないでくれて。いいえ、当然よ。義理の兄を撃つなんて。嫁だった。押し切られちまったわけだ。あなたエリね。そう。なんでここへ？ああ、そのいろいろあって。中で話そう。ええ。お腹は？ペコペコ。大丈夫、仲間よ。用心してるのよ。盗賊がよく来るから。ここ何日かは静かだ。ここで何してるんだ？ジャクソンにいたんじゃないのか？発電所を直そうとしてるんだ。前は動いてたの。でもタービンが行かれちゃって。電気が使えるんだぜ。
使えたが、やってみる価値はある。こうなるだろうな。馬を飼ってるの？たくさんいるぞ。おい、トミー、手伝ってくれ。悪い、すぐ戻る。いい？もちろんよ。耳を撫でてあげて。乗ったことは？実はあるの。いつの話だ？隔離地域でウィンストンっていう兵士が教えてくれたんだ。よかったら後で乗ってみる？うん、乗りたい。馬ってそんな珍しいわけじゃないけど、乗る機会ないよな。R？ まだいたの？もう交代の時間じゃない？ハウザーたちが戻ってくるのを待ってるんだよ。ああ、もう行って。家族が待ってるでしょ。あとちょっとだし、頑張るよ。わかった。無理しないでね。やっぱ競馬のおかげでそんなに珍しく感じんのかな。その割には実物見たところで、あ、馬だぐらいしか思わんよな。マリア。どうぞ。制御室だ。タービンを起動させるぞ。こっち来れるか？ああ、お願いできる？俺の番だしな。行くよ。俺も行こう。マリアと一緒に食べてこい。ジョエル。行くわよ。二人にしてあげましょう。ちょっと、トミーがそっちに向かうわ。エリーが不安がっている。タービンを動かそうとしてるんだ。もう6回目だ。来て1週間だが長く感じるよ。ちょっと機械に強い人とかがやってるんだろうね。去年専門家じゃなくて。何も残ってなかった。だけど、これちょっと色あせてるが綺麗だろ。ジョエルのトラウマが。いや、いい。本当にだったら本当にいい。ここのジョエルの顔色が悪すぎるよな。毎回思うけど。じゃあ預かっとくよ。トミー、話がしたい。二人で。ああ、いいぜ。仲間の様子を見てからな。こっちだ。この時のトミーがそんなに若くないか。年相か。トミーは右行きたいだろ。下も光ってない？あれガラスか。あれ電気つかんよ。これ電気ボタンだよな。なぜか電気つかん。俺たちの町も見てってくれないか。もう20世帯もいるんだ。マリアと親父さんが自給自足の村として始めた。野菜と家畜を育ててた。こんな生活もうできないと思ってたよな。ここならできる。町の防衛は？大人が交代で見張ってる。発電所が直れば電気柵も使えるしな。感染者もやってくるんだよな。圧倒的に防御の方が弱いもんな。どこでもそうだろ。言い切れるのか？24時間守らなあかんしな。町が大きくなればなるほど防御線の構築難しいしな。これ以上持てない。液体、あ、薬重比だったよな。治療の速度か。威力最大、ナイフでの反撃、照準精度、治療の速度もまあ欲しいは欲しいけどな。どうするかね。
ワンコロ。よしよし。いい子だ。楽しい野菜。全然ちゃんと見せてくれん。発電所を復活させる天才たちだ。今回はいけるぜ。信じないか？そうは言ってない。100万ドルかけてもいいぜ。よし、200万ドル。もうちょっとで終わる。あとはシールドを戻すだけだ。煙幕の時間。煙幕を使うの忘れがちだけど。始めるか。とってもいいよな。ディアブロ強いけどな。貫通力。ちょっと置いといてもいいけどな。使っちまった。どこに行ったらスタートしちまうんだっけか。まだ大丈夫か。トミーについてったらスタートしちまうよな、確か。よし、いいぞ。ホルセイ、ゆっくりだ。鉄パイプな。頑張れ。2回取ったか。もう人いじりできるかな。よし、できたかな。さて、ん？クイックターンしたな。ショットガン。ディアブロ。距離がないとな。見たか。これすごいな。200万ドル損したな。よし、兄貴、話をしよう。大した仲間としたら。いいやつらさ。この町でチャンスをもらった。この部屋探索できんけ。ここならやり直せるんだ。なんでボストンを出た。やむを得ない事情があったら。あの子に関係があるのか。あの子が全ての原因だ。あの子が何だって言うんだ。免疫を持ってる。免疫だと。本当だ。何人もが死ぬほどの器具を吸い込んだってびくともしない。俺も信じなかったが証明できる。今まで何回も起こった眉唾の話だったんだろうな。なぜここに来た。ファイアフライに引き渡したい。お前の仲間だろ。無事に届ければ報酬も出る。やつらとはもう何年も会ってない。アジトは分かるだろう。簡単な仕事だ。必要なものさえもらえば俺はここを出ていく。
なんで兄貴のために俺が？俺のためじゃない。お前たちの大義のためなんだぞ。俺には家族がいる。ファイヤーフライじゃねえんだもん。そんな簡単には引き受けられない。それならマリアに頼むといい。仲間に言ってもらえるだろう。仲間にも家族がいる。重要なことなんだ。ちょっと自分本位だよな、ジョエル。必要なものは渡そう。あの子は兄貴が届けてくれ。恩を忘れたのか。恩だって。何年お前の面倒を見てきたか。あれで面倒を見ただと。未だに夢でうなされてるんだぞ。おかげで生き残れただろう。後悔してる。人類を救う方法になるかもしれないんだぞ。この態度でちょっと接してて。あの頃とは違う。喧嘩別れだろうな。今度は兄貴も痛い目に遭うぞ。あれはなんだ。襲撃だ。殺し方を覚えてるな。この部屋探索したいんだけど。戦え。奴らを戦わずに入れるな。入れるか。ただじゃおかねえ。誰が敵か分かりづらいんだよな。余裕で外しちまった。3人、下は倒したか。当たるかな。なんかもったいないからやるか。あれ、あいつ倒せてない。当たらんのか。シャーパンとタイミングで撃ってる。あ、倒せてるわ。近距離でリアルはもったいない。あれ、トミー邪魔せんといて。以上持てない。こいつは複雑そうだな。あ、また煙幕使うの忘れてた。斧いいんだよな。外した。前でうろちょろせんといて。もうほんま邪魔。しかも外したか。ここの地形いやらしいんだよな。邪魔やって。何かこれ、もうほんまに邪魔。何やこいつは。もうThank you.
先倒したいな。倒せたんか。行けるぞ。死なんかね、あれで。誰が敵か全然わからん、あいつか。アイテムは倒せたやつが落としてない。ショットガン、ガンばっかりだな。もうちょっと遠距離欲しいんだよな。兄貴、頼んだぞ。でないんだけど、今のは外したか。いや間違えた、ボタン間違えしたよ。ここへ来てズームイン、やめとこうか。当たり判定が怪しいな。エリーだった可能性全然あるな。トミー、狙ってたのエリーとマリアちゃうか。どうもそうだな。そら当たり判定ないわ。無事だったか。ええ、大丈夫。ヨエル、すごいよ。あちこちから襲ってきた。そしたらマリアが走ってって。それでテーブルを飛び越えたら、あの大男が重量に入ってきた。まず落ち着くんだ。聞け、エリー、怪我は？ないよ。なあマリア、話すことがあるんだ。ダメ、悪い話の時の。このまま放っては置けない。今日何人の仲間が死んだか分かってる？何があったの？原因は私？後で話す。研究所の場所聞いた？だから後で話す。後で。そう。一度でもあな
ましたらそれだけで私も未亡人の仲間入りなのよ。俺はやるよ。やらなきゃいけないんだ。もういい。マリア、マリア、来た来た。あんた覚えときなさい。トミーに何か起こったらあんたのせいだからね。感謝はしてるんだ。分かってるさ。いや、マリアの立場なら俺があの子をファイアフライに。マリアが正しいぜ。心配しないでくれ。助かるよ。人類のためだからな。エリーと話したい。え、なんだって。兄貴。なんだ。エリーが馬を盗んで逃げたらしい。クソ、どちら。おい、アグレッシブだな。ここから馬で出てった。中へ戻って後始末をしておいてくれ。あ、じゃあ気をつけて。そこ、ああ足跡がある。行くぞ。先導車が持ってポコポコ歩く馬には乗ったことあるけど、この走らせれるぐらいまで操れたら楽しいだろうな。このトラックなんかありそうでなかったと思う。足跡だ。よし、そっちか。ちょっとここで銃を確認したいんだけど、場所では無理か。多すぎてわからん。遠距離がディアブロ。守れ、援護する。威力すげえぜ。体でいいんだったディアブロは。これ人だろ。火炎瓶野郎だった。左に一人。おお、三人。うまいこと左右に分かれてるな。血のぼれたっけ。あれ、さすがにディアブロでもナコダメだったか。この間いけるかな。長距離なくなったか。
豆鉄砲しかねえ。あれ、あ、窓から出てるんか、あの顔。撃ちすぎた。ない？弾持ってない？また撃ちすぎた。もう近づくしかねえか。弓矢があるはあるけど、あれ、あ、ここか。ちょっと撃ちすぎか。この後めしんどくなるかな。うん、これで全部だ。弾落としてないか。ここで二人ぐらいやってるだろ。ないな。ここに一人。ここでもう一人やってるか。あれ？死体がない。あ、ここか。あれ？高すぎたか。しかもない。ない。弾が全然ねえ。これで勝負するしかねえか。あれ？馬は？馬どこ？トミーがこっちに戻ってる。さあ、馬へ戻ろう。馬ない。ここアイテムないな。地味にボタン間違いしてる。よいしょ。足跡がついてる。エリーが襲われんでよかったよな。馬がいる。エリーはそこだな。この集落と化してるとここそ怖いよな、この世界じゃ。盗賊はいないな。気をつけろ。エリー、エリー。でっかいテレビな。横にも奥にも。一回って大してなかったんだっけか。キッチンが
人には何かあるんじゃないか。砂糖。わあ、そういやそれ使ってないな。けど所詮は近距離なんだよな。ここに弾があるからこれで頑張るか。聞き耳の範囲な。さてどこに行ったらスタートしちまうか。エリーが喜ぶな。今んとこ1階の弾だけか。これが階段の降り口。今仕掛けれるんやっけ。でスタートしちまった。昔は平和だったね。男の子に映画、あとはファッションの悩みぐらいだ。バカみたい。行くぞ、急げ。ほら、嫌だって言ったら。お前は貴重な存在なんだぞ。ああ、自分の目的にも反してるけど。死んでたかもしれないだろう。バカなことはするな。とにかく今はジュエルが気に食わんくって、わがまま。ずっと私を誰かに押し付けたかったんでしょ。富の方がチリに詳しいから。そんな嘘。悪かったな。だがあいつは俺よりも信用できるんだ。ごまかさないでよ。何を怖がってるの。私がサムみたいになるって。私は感染しない。迷惑はかけない。何度も危ない目に遭ったろう。でもちゃんと切り抜けてきたじゃない。トミーといればお前はもっと安全でいられる。サムの前の話を知らんからな。あのことは違うよ。何？ここではもう聞いてる。マリアに聞いたの。エリー、その話だけはすごいじゃない。これをされたくなかったんだよな。気分を悪くしたなら謝る。でも私だってなくした。お前はまだ本当の悲しみってものを味わっていない。それは人による。私の大事な人は全員私を置いてったか死んだの。全員ね。あんた以外は。他の人といた方が安全なんて嘘。置いていかれたらもっと不安になるの。大事な人にカウントしてくれてる。そうだな。お前は娘じゃないし、俺はお前の父親じゃない。だから別の道を行くんだ。やばいぞ、誰か来た。トミー、爆弾不満かった。二人入ってくるぞ。家の中にもいる。あの爆弾来てるかな。こっちを見てこい、あっちを見てこい。あ、なくなってる。くそ、二つ無駄にした。ひどい。
あ、当たったことなった。絶対に外れてたけど。間違えたよ。あれ？もうひどい。あ、トミか。エリーとトミーが。すげえグダグダな。あれ？やっぱり距離か。遠すぎたか。やべえ、3発取れるか。最悪。撃って。相変わらずしかし下手だった。馬のところへ戻ろう。出てこい。手伝おうか。いい。逆らえんかった感じなら5、6歳差あるんかね。トミーとジョエルは小さい頃のそれぐらいの差ってもう絶対覆せんから、絶対服従なるよな。やっぱ幼少期の頃のって染み込んでて大きくなってもなかなか逆らえんよな。見てくれよ。今夜子供たちは映画だ。いいね。研究所はどこにある？だいぶ遠い。東コロラド大学だ。ビッグホーンズ。エリー、馬降りろ。トミーに返せ。お前がよければこいつに二人で乗ろう。どうした？何度も言わせるな。どうしたんだ？お前の嫁さんが怖い。
追っかけられたくないからな。蔵に二人で乗れるんかね。せめて町に戻ってもう一度話そう。いや、もう決めちまったことだ。蔵の上じゃないんだよね。で、研究所は科学棟にあるでかい鏡みたいな建物だ。嫁さんを大切にな。歓迎するぞ。いいのか。どうする？行こう。それじゃあお別れだ。一応蔵の下の布の上には座ってるけど、ケツ痛なるとかいう話あるよな。そう、ターンオーバー。もしも10ヤード進めたらまたファーストダウン。そう、ファーストダウンだ。あ、ややこしい。実際にプレイしてみればそうでもない。昔ちょっとだけアメフトのゲームしたことあるけど、全然ルール分からずやってたよな。タコ、待ってろ。なんでタコなんて名前にしたんだ？ドミーに名前を聞かなかったのが悪いんだよ。タコか。よし、この辺で休憩しようかな。